皆さんこんにちは、アパレローです。今回ご紹介する商品はノースフェイスのマウンテンダウンジャケットをご紹介していこうと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで素材やディティールと今年からの変更点についてご紹介していこうと思います。まずこちらね、ノースフェイス定番の肩切り替えデザインをあしらった防水ダウンジャケットとなってまして、表地には70デニールのゴアテックスプロダクツ2層構造を採用されております。環境に配慮し、表地にはリサイクルナイロン、中綿にはリサイクルダウンを使用されておって、高度な洗浄技術によって汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保してくれております。フロントはダブルフラップ仕様で雨の侵入を軽減してくれるのと、秋から冬のアウトドアや、タウンユースとかでね、こちらしっかりと活躍してくれる一着となっております。まずね、変更点なんですけども、2022年この秋冬のシーズンからサイズ感が少し変更されております。身幅をハーフサイズ大きくなっているのと、袖丈ですね、こちらワンサイズ長くして、よりバランスの良いサイズ感というか、まあ、ちょっと今っぽい感じのサイズ感のシルエットとなっております。またお値段に関しましてもね、昨年は 68,200 円だったんですけども、今年に関しましては 69,300 円と、1,100 円お値段もアップしております。で、今回はですね、こちらダークオークのカラーとニュートープブラックの3色を着ておりますので、個人的にはね、このダークオークのカラーがすごく綺麗で、まあ、今年っぽいこのね、秋冬の感じのカラーにぴったりなんじゃないかなと思います。もうちょうどね、絶妙な濃さで、まあ、ちょっとね、茶色がちょっと強いかなとは思うんですけども、非常にコーディネートしやすくて、まあ、他の人とね、被りにくいっていうカラーっていうところも含めて、すごくかっこいい色なんじゃないかなと思います。で、こちらがね、実際着用してるんですけども、163cm、54kg で今 S サイズを着用しております。まあ、僕の体型でしたら XS でもう本当にジャストかなっていうぐらいで、この S サイズで本当にね、こう程よくゆとりのあるような感じのサイズ感じゃないかなと思います。結構ね、中もダウンパンパンに入ってますので、まああんまり中そんなにこう着込まなくても十分暖かくお使いいただけますし、まあ結構バルトロとか、まあそういったところのね、表地の生地と違って、結構こっちはわりかし張りのあるような感じで、少し固めな印象ですので、まあそういったところでこう着心地の分、普段のね、待ち着できる分に関しましてはね、ちょっとこう着心地っていう部分ではやっぱり個人的にはバルトロとかヌプシとかそっちの方が、まあ、正直ね、こう柔らかくて着やすいなっていうのはあるんですけども、こちらはね、その分本当に強度も強くて、まあ、スレであったりとか引き先の部分では非常にね、長けてるかと思いますので、よりアクティブなシーンとかで、使うダウンを探されてる方に関しましては、こっちのマウンテンダウンの方が、まあ、多少向いてるんじゃないかなと、個人的には感じております。まあ、サイズ感もね、ちょっと変更あったって言ってたんですけども、まあ、正直ね、そこまでなんか個人的にめちゃくちゃ変わったなっていう感じはそんなに強くは感じないんですけども、確かにね、この身幅の部分であったりとかっていうところはね、少しゆとりがあるんかなっていうのはなんとなく感じるような感じですね。まあ、そんなにね、中めちゃくちゃ着込む必要もないアウターとなっておりますので、まあ、多少ね、少し分厚めなスウェット1枚着ておけば、まあ、全然大丈夫な感じかと思いますが、結構ね、頻繁に脱ぎ着とかされる方でしたら、なかなかちょっとこう向いてないのかもしれませんね。まあ、その辺はね、ちょっとこう使うシーンによって選んでいただければなと思います。で、こちらがブラックの方ですね。まあ、これもね、結構本当に定番的で毎シーズン発売されてる、もう一番安定的なカラーとはなるんですけども、まあ多少ね、少し光沢感というところもしっかりとあるような感じの印象ですかね。で、フロントは一応ダブルジップになってるのと、スナップボタンで前立てがついてるような感じと仕様となっております。まあ、印象としましてはね、本当にマウンテンライトにダウンが入ったような感じの作りなんじゃないかなと思いますが、まあ、あんまりね、こういうごついのいらないという方でしたら、まあ、しっかりとインナーをね、分厚くしていただいて、マウンテンライト羽織るような感じでも、まあ、個人的には正直いいのかなと思ったりもしますが、まあ、ちょっとごつめのアウター欲しいとか、ちょっとね、耐久性あるものが欲しいなという方でしたら、まあ、一度、ご試着してみていただいてもいいのかもしれませんね。で、こちらがブラックになるんですけども、一応ね、サイズ感に関しましてはちょっと S がなかったので、M サイズを着用してるんですけども、もうここのサイズ感に関しましてはそんなに参考にならないので、まあ、色の雰囲気であったりとか、感じだけでも伝わればなと思います。まあ、ここまで来るとね、結構腕周りのところかなり生地は余ってて、袖丈もね、すごく長く感じるんですけども、まあ、黒はね、やっぱり安定的にかっこいいんじゃないかなと思います。もうとにかく引き締まった感じの印象を与えてくれますし、ただね、
ウンテンライトの時も言ったんですけども、やっぱりこの首元のところですね、こちらちょっとやっぱ顔に当たると少しねこう硬い感じで、あんまりこう着心地がいいっていうところは正直ねあるかなと思いますので、その辺はねちょっとお好みにも寄ってくるかと思いますが、まあ僕はちょっとね首が短めですので、こうちょっとね顔に当たる部分っていうのがやっぱり大きいので、まあその辺はねちょっとこう違和感があるかなっていうところは正直感じました。まあ正直ね機能的な部分に関しましては本当に普段着につきましては全く問題ないかと思いますので、まあ本当にこれ1枚あれば全然冬は過ごしていただける感じのアウターとなっております。まあ、特に流行り廃りあるようなデザインでもないですし、もう本当に極端に体型が変わらない限りはね、すごく長くお使いいただけるんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺も含めてねご参考になればなと思います。一応裾はねドローコードついておりますので、絞るとまあこのぐらいねちょっと丈は調節できるんかなと思います。まああんまりねこう長すぎるのがちょっとっていう方だったりとか、まあ、腰からのね風の侵入というところも絞ってしまえば多少ね強度は増すかと思いますので、まあその辺はねお好みで絞っていただいてもいいのかなと思います。でこちらがニュートープのカラーですね。これはこれで本当にもうノースフェイスの定番のカラーとなってますね。このカーキとブラックのツートンの、配色なんですけども、もうめちゃくちゃかっこいいですが、まあ、その分ねちょっとこう着てる方とこう被りやすいというところは正直あるかなと思います。ですのでね今季に関しましてはダークオークの色はねめちゃくちゃおしゃれで、黒との相性もね抜群にかっこいいかと思いますので、そっちは個人的にすごくおすすめですね。まあ、これは本当に定番で、合わせやすくて使い勝手のいいカラーとなっておりますので、黒同様すごく人気のある、カラーなんじゃないかなと、思っております。でこちらのニュートープの方も実際着用してみるとこんな感じなんですけれども、まあ、これもね本当にインナーの色も選ばないですしね、本当にスタイリングはめちゃくちゃしやすいかなと思います。まあ、こう結構ねボリュームがあるアウターとなりますので、ちょっとパンツを細めでスラッと見せていただくと、まあ、よりねコーディネートのバランスというところはより綺麗に見えるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった着方していただいてもいいかと思いますね。まあ、どうしてもねこれも M 着てるんですけど、サイズ感がねちょっと合ってないとこれぐらいちょっともさっと見えやすいというところは一つね、まあ、そういった部分で伝わればなと個人的には思っております。インナーの色とかねちょっとこう明るめなカラー持ってきていただくと少しね軽さも出て、まあ重くなりすぎない感じのスタイリングというところもしやすいんじゃないかなと思いますし、まあ、一応ダブルジップになってますので、下だけ開けてこういった感じでインナーをねちらっと見せていただくっていうのも、まあ、一つ着方としてはいいんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、とにかくねサイズ感が、ハーフサイズ、身幅がハーフサイズですね。で袖丈がちょっと長くなったよっていうのと、お値段がね1100円、昨年よりも上がってしまったっていうところですね。その辺の変更点はあるんですけども、まあ本当にクオリティであったりとかデザイン性であったりとかっていうところはもう毎年ね人気のものと、同様となりますので、まあそういった部分でねそこまで大きな変更点っていう感じでは個人的にはないんですけども、まあその辺ね気になる方もいらっしゃるかと思いますので、ご購入の際のねぜひ参考になればなと思います。はい、ということで今回ご紹介してきましたノースフェイスのマウンテンダウンジャケットなんですけども、まあ、個人的に今年の新色のカラーのダークオークがねおすすめなんですけども、本当に流行り廃りないブラックであったりニュートープであったりというところはね持ってて間違いないかなと思いますので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてはいかがかなと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。またねヌプシジャケットをやったりとかバルトロもご紹介して、マウンテンダウンも今回ご紹介したんですけども、あとアンタークティカパーカーとかねそちらもご紹介していこうと思いますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで次の動画までまた、さようなら。